2時50分ぐらいかな。今から友達に迎えに来てもらって三島公園向かいます。今日はまあ釣れるでしょう。俺が釣れなくても友達が釣る。俺はやりたいことをやる。それで釣れたら最高。そんな感じです。恒例のマスク忘れた。バイバイ。はい、じゃあね、行ってくるね。この階段の上り下りが三島名物。減衰していくから階段が長い。楽しみだな。
桟橋からね、コリグで釣れました。多分32、3センチぐらい。よっしゃよっしゃ、これで4匹目。さっきね、アジみたいなの1匹釣れたから。翌日です。昨日ね、もう体が疲れきっちゃってね、まあ、夜の7時ぐらいにはもう家に着いてたんだけど、まあ釣りやって飯食ってで帰ってきて、で釣り道具片付けてで寝て、で今朝の7時かな。疲れたね、ほんと。でね、昨日ね、まあいろいろ好きなルアー投げ散らかしたんですよ。このベベルのタンケットビッチ、レイドのダッチ、これなかなか手に入んな、この前買ったで、メガバスのバタリオン、このね、スローシンキング、スローフローティングか、スローフローティングになるように重りつけて、であと自作のポッパーね。釣れなかった、これじゃ。結局ね、まあ好きなことをやってで、それで一日終わんのもいいんだけど、やっぱバスを釣りたくなるわけですよ。いいシーズンだし。で、すぐね、まあ朝一だったんだけどね、まあとにかく最初は一匹釣りたいってことで、これ乗らないですね。これですぐ一匹、開始20分ぐらいかな、釣れた。で、その後ほとんどね、まあ三島今減衰しててカバーがないんだけど、あとゴミ溜まりとかもほとんどないんだけど、まあ立ち木群がね点々としてて、まあそこにこのブルフラット 3.8 インチのグリパン、これにネイルシンカーここに刺して、でオフセットフックでゆっくりスパイラルフォール刺してく感じで、でバスが食うとね、ラインを下に引きずり込むんだけど、ラインがピューって走っていくから、まあそこで
来たよって感じで友達に言って鬼合わせ声って鬼合わせしたんだけど、まあそれでもちろん乗って釣れたんだけど映像が撮れてない。ショックすぎる。いい加減ね、このシーンの映像が撮りたいわけですよ。そこが自分の中の一番好きな点っていうか醍醐味なんだよね。この来たって分かってる状態からの溜めて溜めて鬼合わせ撮れてない。なんでだよ。もうせっかくね、GoPro のね、360度モードのね映像すごい綺麗なんだよ。ほんと全方位ね映ってるからね。下手すりゃその糸が吸い込まれてるシーンも映ってるからね。撮れてない。撮れてた、実際は撮れてたんだけど、撮れててそれを自分の携帯で確認して、まあ見てて、おお撮れてる撮れてるって感じで、まあ昼飯食ってる時にまあ確認して、で午後になってまだメモリーカードの空き容量が50分くらいあったのかな。でまた追加で撮ろうと思って回してたら、途中でメモリーカードのマークのところにエラー、赤くなってエラーって出始めて、あなんか容量がいっぱいになったのかなぐらいで思ってて、で家に帰って確認したらなくなってる。映像が全部なくなってる。4時間ぐらい回してたのかな、全部なくなってる。いやー、なんとも言えないっすね。まあ機会はいっぱいあるだろうから、この先もまあ釣り行って、下手すりゃ来週ももしかしたら今度亀山行くかもしれないし、撮って、まあこれはもう自己満の世界、みんなに見せたいっていうよりももう自己満の世界、釣りの動画を残したいっていうのはね、まあ撮り続けたいと思います。なんとかね撮れるように。で昨日釣れたのの続きだと、あとはこれスワンプミニ餌、これでこれぐらいのアジサイズの小バス1匹と、あとマックス1000、マックス1000のこの形のワーム、なんて言うんだろう名前は、これね、ネコリグで、ネコリグっていうのはここに針刺して、でここにネイルシンカーっていう重り刺して、こうやって水の中のまあ底をね、この底をこうやって這わせた感じで、最近ね、昔はこうやって横に引いてたんだけどすごい根がかりするから、最近こう縦にねやるようにした。で結構アクション強めにね竿を立ててこういう感じで、そしたらね、まあ、結構すぐ食ったね。これで2匹釣ったのかな。桟橋で1匹とボートで上流上がってて、上流のちょっと流れ込みあったから、流れ込みの周りボートを離して遠目から投げてやってて、で桟橋から釣ったのが32、3センチぐらいで、流れ込みのところが25センチぐらいかな、釣れて。だいたいね、まあ当たりがね、まあブルーギルっていうのがいて、ブルーギルだとねちょ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 んって当たりだから、まあわかるんだ。まあその当たりの時はまあ釣れない。ブルーギルはさすがにこのサイズ食えないけどね。でバスの当たりだとね、まあ必ずかは分かんないけど、だいたい1回ねコーンって1回来る。でまあそこで合わせてももちろんいいのかもしれないけどね、俺はまあ LINE 見てて、まあ食うとこうやって走っていく習性が多少あるのかな。 LINE がだいたいビューって左右に流れ始めるから、まあそこで、まあ、食ってると思って、また大好きな鬼合わせ、この鬼合わせの時にね、すっぽ抜けてビューンってワームとかが飛んでくる時あるけどね、まあ乗った時のあの竿のしなった感じね、よしっていう感じ、あれがたまらない。まあそんな感じのバス釣りの話でした。
とりあえずでも一日寝て体は回復したかな。昨日まではほんとすごい疲れてたな。まあ、このペースで週5、6働いて一日休んだ時に釣りだったりキャンプだったり、まあいろいろ、これからね、昨日緊急事態宣言解除になったんで、まあ一応気をつけながらいろいろ遊んでいきたいと思います。